VCS プロジェクト BGG ウェブ、はい、橋巻です。カルペディエムチュミです。はい、アージスポジツ黎明の籠原です。はい、でカルペディエムのチュミと言っていいと、はい、石川祐希から直々のお言葉いただきましたので。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、ちょっと皆さんカチンと来てる方たちもそこをご容赦いただきたい。石川代表から、はい、お墨付きいただきました。お墨付きありがとうございます。ただの一会員、白帯なのに。そう、ただの一会員です。はい、それでもうカルペディエムと名乗っていいと懐の深いところを見せていただきました。すごい懐深いです。はい、ありがとうございます。いいと思います。はい、まあ一応そういうのがあるので、はい、よろしくお願いします。はい、今後ともはいはい、はい、じゃあもう始めて大丈夫ですか。はい、はい、JJFJ 全日本総括。はい、JJFJ の全日本ですね、10月5日の土曜日、綾瀬の東京武道館で行われました。土曜日開催、うん、でそのまあ、9月に IBJJF のアジアが行われて、その翌月ということで、まあ、結構これ唐突に発表された印象があるんだけど、まあそれでも200、300人弱出たみたいですね。で、キッズ、アダルトマスターかな。で、それで土曜日開催だから、3時、違う、4時からかな、キッズになったのかな。で、最初に大人が始まって、でそれで6時には終わったのかな。で4面でやってって感じで、もうなんか JJFJ ってほとんどなんか大会をやってない印象があるんだけど、うん、って思わない。まあ少ないは少ないけど、一応まあやってるね。そうそう、やってはいるね。ウエストジャパンも発表して、そうそう、ウエストジャパン今10月何日よ、今日何日、10月10日です。10日でしょ。で11月3日のやつを今日発表したでしょ。うん、1ヶ月だぜ、こんなことってある？うん、確かに。ちょっとびっくりなんだけど、で、コンプ、スムースコンプでやるじゃん。うん、あれがやっぱりね、去年初めて日本で、マリアナスやった時にあれ使ったよね。うん、で、みんなやり方わかんねえわかんねえってなって、うん、けど、グランドスラムもあれだよね。アブダビグランドスラムもスムースコンプね。あと、グラップラーズリーグもあれ使ってたよね。うん、でちょっとなんか馴染みがないんだけど、あれでいいのはやっぱりそのトーナメント表に名前が出たりなんだりするのはいいよね。あ、出るね。そうで、あれってまあちょっと誰か書いてたけど、勝手にトーナメントがくっついちゃうっていうのは、けど多分あれってエントリーした時に対戦相手がいなかったら自動的に上の階級に上がりますみたいな。そこにチェックリストがチェックがあって、それにチェックそれをやめてくださいっていうのをチェック入れない限り勝手に上がっちゃうっていうようなことがあったんだよね、確か。で、そういうのもあって、結構出てた人は、なんか勝手に上の階級にエントリーされててみたいになってて、けどやっぱ、けどあれはそのシステム上にそうなってるから、で、そういうのちょっと言われちゃうの、ちょっとかわいそうだなと思ったけど、けど、まあ、夕方にサクッと終わるのはすごい良かったけどね、俺は、なんか。で、黒帯で、まあ、この日は、ちょっと黒帯が3人しか出てなかったんでね、塚田君、杉江アマゾン、クレイトン、この3人、アマゾンが出て、まあ、普通に勝って、でそこで、まあ、クレイトン対塚田ですよ、うん、でそこにストーリーがあって、まあ、ちょっとブラジルブログにも書いたけど、その塚田君がもともとノバウニョンじゃん、でクレイトンもそうだけど、で塚田君、紫帯の時にノバウニョンにいて、そこの時にクレイトンが白帯で入ったんだよね。だから自分の先生と試合をすることになって、もともとの。それが、この間の ADCC もそうだ、ゴードン・ライアン対、ゲイリー・トーナーあったでしょ、無差別で。あれって、ゴードンに黒帯をあげたのがゲイリーだから、で、その時にまあゴードンも決めて勝ってたけど、で、今回もそれでクレイトンが塚田君を決めたんだよね。で、それで無差別でもう一回そのやることになって、今度は塚田君が5対0で勝ったんだけど、けど、一本決めてる人が階級別で 5-0 になる、うん、でちょっとクレイトンが忖度したんじゃねえかなっていうのはちょっと気になるんで、それどう思いますか、籠原先生。まああるんじゃない。本当、例えば一本で勝ってその次は、まあ、負けるとか、うん、フィリピンもあったじゃん、今週末。そうなの、一本で勝って、うん、無差別で負けちゃう。あ、本当、そうだからクレイトンなんかこれ忖度したのかなって、なんかすげえやりづれってなってて、やりたくないって言ってたの本当は。もともと俺に呪術を教えてくれたのが塚田だからみたいになってて、けど試合だから やらないといけないってなって、その3人ともえ戦の方ではやって決めちゃって、で無差別はワンマッチで塚田君も気合入ってガンってやってたんだけど、
なんかあのクレードがあっさり倒されて、うん、あ、え、これ本当みたいになったんだけど、ちょっとそれはなんとも言えないけど、それはクレートンの、うん、何かあったのかもしれないけどね、ガチなのかもしれないけど、それでも忖度したのかもしれないけど、で最後に一緒になってね、肩組んで終わって、うん、まあよかったよみたいな感じになって、ハッピーエンドで終わったからいいけど、ちょっとそれはなんかちょっとセンチメンタルな感じがありましたね、うん、心理的な、ね、そうですよね。でもともとほら、もともといた先生だから、例えばじゃあ俺が中井先生と試合するとか、はい、鶴屋さんと試合するとか、うん、ドクトル試合するとかってなって、うん、まあ、まあそんなことありえないけど、俺がその先生に勝っちゃってみたいになって、でもう一回になったら2連勝するのはちょっと気まずいから負けてこうかなみたいな、うん、でちょっと思わない、あんま思わない、タバと試合やってさ、一回決めちゃったら次の試合は負けとこうとかならない、2連勝はちょっと気まずいなとかとはもう思わない、うーん、どうかな、あんまないないだって自分のでかいしみたいなのもあるじゃん、でチュミさんが要はあの、まあ、もう何十年後かに黒帯になって石黒覇気と試合やって、石黒覇気の方がちっちゃいじゃん、チュミさんの方が明らかにでかいじゃん、そうですね、でそれで、まあ、階級別で決めて勝っちゃって、で無差別もう一回やるってなったら、なんかどう、そこは、そこ、ね、もう一回勝ってっていう風になっちゃう、ならないか、どうですかね、なんかそういうのちょっと感じたんだよね、ブラジル人のなんかそのクレート、そうそうそう、それをすごくなんかすごい印象に残んだよね、あの試合が。まあそれでまあ本当なんかあの二人が、もともとは同じだけど今二人とも違うチームにいるじゃん、で塚田君がダウンファイトで、クレートは今インパクトに行って、でそこでまあチームが違うからやらざるを得ないっていうか、でだってそこでだったら棄権したら、だってどっちか、あ、まあ、まあ塚田が棄権することないだろうけど、でその一人しかいないから、ワンマッチしかないから、もしクレートが一回階級別で一本で勝っちゃって、無差別もう一回やるのもう嫌だってなったら、そしたら塚田君が一人優勝になっちゃって試合がなくなっちゃうから、でやるからにはうんみたいな、そういうのもあったのかなと思ったけど、あんまそれはないのかな、ブラジル人的な、クレートっていいやつじゃん、あんまそんなオラオラしてないじゃん、あ、人柄もあるかもしれないですね、そう、ちょっとそれも思いました、うん、はい、あ、であとはあのトミー矢野とあのタイロン山口ね、タイロン山口は日本人でした、タイロンっつってなんかあのハイロン、あのハイロングレーシーとかいるじゃん、でそういう系のタイロンっていう日系ブラジルの名前かなと思ったら、思いっきり日本人でしたね、太い竜と書いてタイロン、で竜をな、ロンと呼んで、太い竜と書いてタイロン、で山口タイロンって名前で、でこの2人の試合はもともとアビジェシアアジアのでもやって、そこでトミーがかかって、で今回その青帯のコパポジオのなんかあの日本予選みたいな感じのやつでやって、それに勝った方の選手がオーストラリアだったかな、でどっかの試合に出て日本代表に出るみたいな、それの代表決定戦みたいな感じで出て、まあ今回もトミーが勝ってという感じで、トミーがその代表権獲得みたいになって出てましたね。あとはキッズでもうカルペディエムキッズたちがすげえガンガンやってて、まあリノリンも勝ったし、うん、あの日はあの大室ファミリー全員勝ったし、で大野智樹がまあ勝って、あ、大野智樹が違うんだ、大室愛斗に一本負けしたんだ、腕十字で、大室愛斗が同門対決でガチでやって、腕十字決めてたからなんかすげえなと思ったけど、あとはな、あとあれだ、ヘナートの娘か、あゆみも勝って、あとカイオって、カイオって知ってる？インファイト？インファイト7歳の子供、全部勝ってるって言ってた、すごい、今年1回負けてないって言ってた、めっちゃ強い、めちゃくちゃ強かった、今回もなんかすげえ頑張って勝って、でだ次の日に香りの誕生日だっつって、なんか家族揃ってディズニーランド行くっつって、なんか、うん、かわいい、なんかお台場のホテル泊まってどうのこうのなんつって、はい、結構ハイソなファミリーだな、あそこの一家は、うん、日系ブラジル人のもあって、あと何があったかな、であとあれだ、ドーピング、アンチドーピング講習会を、けどあれ大会期間中にやってっから、でそれ行ったおかげで、コリン・エディントンって俺勝村仁之助見逃したんだけど、でなんかその大会期間中にそのアンチドーピングで、そのドーピングとは良くないものですみたいなのをなんかすごい先生が1時間ぐらい喋ってましたね、そういう無料講習会みたいな感じで誰でも受けれますみたいな感じで、それを見て、まあドーピングとか、だから血液ドーピングだなんだかんだのいろんなのがあって、こうこうこうでみたいなのをすごい説明して、まあ俺10分ぐらいしか見れなかったんだけど、
まあ、そういうのもやってましたね。だから JJFJ の全日本選手権で、あとはそうなんで佐野くんとかレオンヒルとかそこら辺のトップコンペティターたちはみんなあのスタッフやってましたね。佐野くんも選手のコーチングして、レオンヒルも大会スタッフやって、で、そうで、あれだ、あの JJFJ は去年一昨年か、ヒクソンハイからアドバンテージなしだよね。アドバンテージなしで、普通に試合をあのアドバンテージなしだから、だからこの3つの連盟が全部 あのルールが変わったね。 JBJJF はいわゆる IBJJF ルール、アドバンテージあり、レフリー判定ありで、JJFJ が、アドバンテージなし、レフリー判定ありで、 SJJIF は、アドバンテージなし、レフリー判定なしでサドンデスみたいな。だこれで全部の連盟が全部、ルールが変わってきたんで、まあ、それも独自で独自性もあっていいのかなと思うけど、まあ、出る側からしたら大会ごとにルールが違うから、まあ、そこにアジャストしないといけないっていうのもありますね、うん、であとこの日はあれだね、子供の試合でたあのた形が入ったら基本止めるじゃん、うん、けどそれを止めなくて怪我人がね何人か出たんだよ。木村とかやりまくって、木村と V1 でガンガンやってるの止めなくて、おいおい、で、ヘナートとかも最初、もう怒って、もう止めろよみたいになって怒ってて、で、その人に、やっぱ俺もちょっとこれ止めた方がいいんじゃないですかって、いや、けど、そこで止めると、その、タップしてないって言って親が怒るって言って。あ、揉めるんだ。そう、けど、怪我をさせたったら、どっちにしても揉めるわけじゃん。なんで止めるんだって、それだったら、勝敗より怪我させる方を優先してるっておかしいじゃん、そんなの。そのね、怪我させたって怒られるわけだし、でそれ自分が止まってないから自分の判断放棄してるわけじゃん。そんなレフリーする必要ねえじゃんってなんか思うじゃん。でけどそれはうちはこういうルールでこういうふうにやってますみたいになってて、それはちょっとどうなのってなったけど、だって実際だって怪我してるやつって、だってもう肩になんかあの氷やってずっと泣いてんだよ子供とか。かわいそう。痛い。それってでそういう状態の人だったらそれ止めなかったらレフリーの責任じゃん。タップしないからお前が悪いって言ってるわけでしょ。でそれどうなのって俺は思ったけどね。ただ俺はだって大会運営者じゃないからそれは止めるべきなんじゃないですかとは言うけど、で俺の子供が出てるわけじゃないし先生でもないから止めない、なんでだよってそれは俺が言えないじゃん。でどうなんですかってことは言ったんだけど、ちょっとあれはよくね。で周りの人たちもなんでだなんでだみたいな、で子供もタップしないし、タップできない、痛かったらタップすると思うんだけど、でそれどのぐらい決まってるかまず分かんないのもそうだし、でも子供の方も決まってることが分かんない、全力でいっちゃうみたいな。子供力が分かんないからね。そうで、それでだ本当にあやめで、まあ名前出したらあれだけど、また怪我してまた泣いちゃって、ね、それで柔術嫌いになったりとかしてないですよね。いやーそうあれはちょっとどうなんだよ。だから前も言ったけど、JJFJ の本当ここ肝なんだ、良くないところなんだけど、これ JJFJ のレフリーっていつも言うけど、 JJFJ の大会ですからレフリーやってないじゃん。あ、そうなんですね。で JJFJ の大会って明らかに少ないじゃん、うん、だから JJFJ の大会レフリーのレフリーとしての経験値が低すぎるんだよね。それでそういう風な、要は止めないとか止めるタイミングを分からないとか、要は止めないといけないところを見逃してしまってるとか、これは本当に由々しき問題だなと俺は外側から見て思いました。これでだって事故につながるじゃん。そうですね、怖いですね本当に今後。そう、うん、でまあこの間もそのレフリーのことで結構揉めたりしたけど、そういうのじゃまた違うじゃん他の連盟と。そう、勝ち負けではなくてこれ怪我するかどうかのところだし、でそこでポイント入れる入れないっていうのは別にいいけど、そこで怪我するわけじゃないし、どうないじゃん。まあもちろん勝敗も大事だけど、けど怪我するさせないっていうのはやっぱりそこはさせないことをまず子供だぜ、うん、そこは第一に守るべきだと俺は思いますけどね。でそこで止めないか止めなく、止めないで負けたからって言って、いや怪我したってどっちしろ怒るわけだし、で止めたら止めたら怒られるし、で止めないで怪我したからってどっちしろ怒られるんだから、じゃあ怪我で怒られるのが嫌だってことでしょ、だってレフリーは。うん、そうですね。どう思いますか会長。
まあ、なんとも言えないね。やっぱり、まあ、みんな、まあ、そうそう、慣れてるは慣れてるね。もう、はい、技入ったら止めるっちゅうあれは、もう、大体みんな分かってると思うんですけど。いや、けど、JJFJ は、いや、あの、止めるなってこと言われてる、言われてたらしい。だから過去に揉めたからね。あ、でも、うん、まあ、まあ、その、ね、かっこ悪いがある、決まりがあるから、なんとも言えないけど、まあ、ね、技入れば、お父さんも怒らないじゃん、親の方は。もう、あ、もうしょうがない。けど、そういうものだっていうのを、要は、その親の方も納得しないとダメだよね。技に入ってしまったら、タップしたタップしないじゃなくて、その形になってしまったら、もう止めるっていうのを、そう、それを徹底すべきじゃないのかなと思いましたね。ちょっとそれがすごく、目につきましたね、JJFG の全日本は。まあ、それ以外にもすごいいい試合もいっぱいあったんだけど、やっぱそれがすごい、あの日は最後に、まあ、最後に行われた戦もあって、あれっていうのはちょっと思いましたね。まあ、これはちょっとあの JJFJ の人たちの中で話し合いした方がいいんじゃないのかなと思います。それでもそうするっていうのかどうなのか、いやちょっと早めに止めましょうっていうのかどうなのか。でも、いや、もちろんその JJFJ のそのやってるレフリーの人たちがもっとスキルを上げる、経験値を上げるっていうのも一番の大前提だと思いますけどね。そのためにはだってもうレフリーだって選手もそうだけど、試合の経験値はその実際にやらないと得られないわけじゃん。でレフリーの経験値ってやっぱそのレフ、あの実際にレフリングしないといけないわけだし、でそうなってくると JJFJ の大会でしかレフリーをやらないってなったら、で年に数回レベルじゃんっていうのはちょっと思いましたけどね。ちょっとどうでしょうか、そこら辺は。はい、そこも含めて JJFJ の全日本でした。はい、はい、じゃあ次、はい、ブルディスティン総括。はい、総括盛り上がってましたか？いかなかったんですけど、はいはい、盛り上がってましたよ、うん、あの毎年やってるその J、ブルーデスティニー青帯限定大会、うん、で今回6回目かな。で今回あの要はあのいろんなとあの大会の後じゃん。でこれ日曜日だけど、まあもう大きい大会もあったし、でこれから大きい大会もあるし、どうなのかなと思って、まあそれなりにあの参加者も集まってくれて、まあ格好はついたかなっていうのはありますね。非常にそれは良かったと思います。で青帯で今回はそのなんか特別な仕掛けも特になく普通の大会としてやったんだよね。もうなんて言えばいいのかな、まあ普通の大会本当にでやって、アダルトが3階級だね。ライトフェザー、フェザー、ライトで、あと無差別みたいな感じで、なんか そういった部分でちょっと参加者自体はやっぱり前に比べたら減ったかなとちょっと思いますね。けどあとは何があったかな、北海道からほら諸沢くんで、あと九州のバッファロー呪術からも来てくれて、あと韓国から来てくれました。そうなんですか。そうだから、そういう風にいろんなところから来た、もちろん中部とかいろんなところから来てくれて、そういうのはすごい良かったですね。であとそのダニーロ浜崎のアジアダブルゴールドで、トミーヤのだから、そのトミーヤのは JJFG の全日本の次の日にも出てきて、すごい。でちょっと体重オーバーでちょっと一悶着あったけど、でそれでもまあ試合やって、まあ、普通に勝って、まあ、良かったかなっていうのはありましたね。であとその無差別でその100キロぐらいある韓国人が出てきて、全試合一本勝ちで優勝、やっぱでかいやつが勝つみたいなというところがあって、で最後の決勝で同時目の状態でグイッてやって、もうそれでタップよ。すごい。であれ白帯は反則だけど青帯はいいんだって。で3だってどうだよ、クローズドガードで足をグイッてやって、うん、要はベアハックみたいにして、まあ、手も使いつつ足も使いつつ、それでバキッてやっちゃうみたいな、うん、それでタップ取ってましたね。でその人が優勝、うん、で階級別は1人優勝って、まあ、階級別はもうなしだったから、まあ、その人が一応優勝って形だね。あとはその女子で、ビアンカ渡辺と、ビアンカ渡辺が、ライトで、フェザーで優勝ね、うん、で、ライトフェザーで優勝が森桜で、森桜の試合映像はもう、出しました、ね、そう、もう出しました、はい、で、JK、はい、で、今あの子が今、今売り出し中というか、うん、で、この間だって地上波のテレビも出て、目覚ましテレビでしょ、目覚ましテレビも出て、うん、で、これから MMA も出る、もうデビューが内定してるってことで、で、
まあもう本当また11からもう MMA に行っちゃう、サトシに続き、サトシマルキュージュに続き MMA に行っちゃう人がまた一人みたいな感じで、でちょっとそこら辺でちょっとまあそういう若い人たちがね、だってやっぱり今柔術って高齢化が進んでるけど、だってライトフェザー優勝がトミヤのでしょ、あいつも10代でしょまだ、うん、自分ないでしょ、で諸沢君は何歳、若いよね、そう若い、はったはだからそのぐらいだよね、行ってないと思うよ、18、19、うん、でしょ、でダニーロだって10代でしょ、諸沢から16歳でしょ、ビアンカだって20歳ぐらいじゃん、だあの無差別優勝して韓国人だけはちょっと分かんないけど、だからそういうアダルトで10代とか20歳そこそこの若い人たちがすげえ活躍したのがすごい良かったなと思います、うん、ブルーデスニーは、うん、で、まあ、あってそういう人たちが、まあ、日本って、まあ、ワールドマスターもそうだし全日本マスターもそうだけどマスター世代が多いじゃん、ね、そうそうで若い人が少ないじゃん、うん、でそんな中においてこういう10代の人たちがあのでアダルト OB ってことは要は10代だろうが20代だろうが、まあ、30代の人たちだってアダルト出れるわけで、そういう人たちに勝って優勝してるっていうのはすごいいいことじゃん、うん、で今あの青帯でトップで優勝してトップグループになって、でそれでその人たちが紫になって紫帯でもトップグループになるのかどうなのかってなるけど、まあ、現時点ではトップグループにいるっていうのがあのそんな北海道だの宮崎だの九州だの何だのかんだのか来てる人たちの中でもちゃんときっちり勝ってるっていうのはすごいいいことだなってちょっと思いましたね、このブルーデスニーは、うん、まあ青帯限定っていうことで、その青帯っていうのがだって IBJJF ルールで2年間巻かないといけないわけじゃん、うん、でジュブナイルのそのトミーだのなんて言われて17歳からしか紫になれないっていうのもそういうのもあるし、だってあそこら辺で子供の時からやってんだもんね、うん、で森高だってあなんか昔から柔道やっててみたいな感じで、そういう人たちが今あの柔術で青帯を巻いてやってるっていう人たちだから、だからそういうのが、ちょっと顕著に現れたのがブルーデスニーでしたね、青帯大会、うん、本当に来年やんないですか、やんないと思います、すごいみんな名残惜しんでたイメージ、その割には人出てねえじゃねえかよ、あれが200人とか出りゃさ、じゃあやろうかなってなるけど別に100人も出てねえし、だってライトフェザーフェザーライトしかないんだよ、そこまでしてやる必要ねえよな、うん、でみんな大会で要はグラップリングの大会がないだとか、うん、なんだとかって言うけどグラップリングの大会ってそれだけじゃ成立しないじゃん、うん、要はないってことは出る人がいないから続けられないわけじゃん、うん、だからそれなのにだそういうふうに言われてもいや採算合わねえんだからしょうがねえだろってなるよね、うん、だからそこを何とも言えないけどね、まあすごく6回やって結構良かったので、また何かタイミングがあれば、そうですね、ぜひやれればいいなと思いますけども、どうなんでしょうか。どうなんでしょうか。はい、そんな感じです。はい。はい、次。はい、アイスリボン柔術マッチ、松屋 vs チミンマジカ。はい、マジカです。10月19日、この、蕨市民体育館で行われます、このありがとう蕨で、チュミさんと、松屋のリベンジマッチです。はい。はい、出てきました。で松屋さん、ね、今グバンガン過去に試合で負けてますね、チュミさん。あの時はなぜかあの松屋さんがポイント取ってたのにチュミさんが謎の粘りで勝ちました。ポイント覚えてますか。バック取ったの覚えてますね。じゃあ2対4とか。あ、いや4、あれ4-0じゃなかったでした。え、本当忘れました。でもなんか最初にポイント取ったのが、いやポイントじゃなくて、あ、そう、テイクダウン取られて、そうでしょ。でその後私がバック取って勝ったんですよね。じゃあ下になってそこからバック回り込んだんだ。そうですね。で4対2 2かなとかですね。でそれね、リベンジマッチですこれすごい久しぶりな気がします。1年ぶりくらい、あ、多分そうだと思う。あの舞浜でやりました、はい、多分去年のその、うんうん、クイーンオンマットの前座の前座、うん、レギュラートーナメントの方でやったのかな、うん、何なのかなちょっと覚えてないけど、はい、そこでやった試合ですね。でここではじゃあまずね、松屋さんの試合にかける意気込みの映像を見ていきたいと思います。はい、ミューズ柔術アカデミーの松屋宇野です。前回チミさんと試合をした時は、自分がポイント差で負けてしまいました。今回は、最初から攻め切って自分が1本取って勝ちたいと思います。はい、ということで松屋さんの、コメント動画を見ていただきました、はい、それを見てどうでしたかチミさん。いや今回、まあでもサブミッション決めなきゃ、そう、オンリーサブミッションマッチです。5分でオンリーサブミッションマッチで、うん、普通その5分間終わったら引き分けになりますね、はい、けどそれだとあれだってなるから3分間の延長戦、
でそこで決まらなかったらあの判定じゃないや、もう引き分けになります。でオンリーサブミッションマッチです。どうですか純美さん、決めの方はどうなんですか？あんまり得意じゃなくて、三角締めで1回1本取ったことが試合であるぐらいなんですけど、それ以外はもう全部ポイントとかでたんで、はあ、ちょっとあまりまだ得意じゃないんですよね。だからまあ、今ちょっとサブミッション練習したいなっていう感じ。本当ですか？練習はできてますか？結構そうですね、行ってます。ただ体力あんまりないので。週何回くらい練習してますか？週7通いたい。マジ？通いたい。週4とか仕事があるので。週4やったら十分でしょう。週4通ってますね、今は。多分結構います。疲労に行ったら結構います。必ずいます。最近で4回でしょ週4 結構というか、まあ半分だよね。まあ週4やったらいいか。疲労の休館日は三田に行ったり。でもまあホワイトクラスだけ出て、一応まああれですよね、本当基礎ベースやってっていう感じなんで。あ、やってんだ。そんなやってんだ。でもなかなかやっぱりコツをつかんだりって難しいなと。でももうすぐ私も2年ぐらいになるんで、あ、じゃあ同じだ。同じぐらいですね、なんだかんだで。はい。じゃあこの試合はどうですか？応援来る人いますか？カルピディエムの人たち。はい、そうですね。そんなに自分自身も宣伝とかはしてない。なんでしないんだよ恥ずかしい頑張ろうみたいな感じですね。なんかこの日試合ありません？あれです、あのデラヒーバーカップがある日なんですよ。だから皆さん散っちゃうから、あのそうですね、ちょっとやっぱりそっち応援とか多分行くね。じゃあ中美さん、じゃあカルペディエム内の支持率はどうなんですか？私一般会員なので。カルペディエムの中美ですって言った割にはカルペディエムの人が応援来ないとかちょっと寒いんですけど。まあ、来てくれるって言ってる子もいて。あ、いますか。まあ、ちょっと嬉しいですね、あの女の子たちが。はい、だってチーム VHTS はどうなんですか？この間 VHTS のイベントとかも行って、ウキウキしてて。楽しかったです。いやけど打ち上げで泣いてたっていう話。そうですね、全然覚えてなくて。急に なんか泣き上がり。なんで知ってるんですか？聞いたよ、なんかメンヘラ女だって話聞いたよ。違う、メンヘラチュミさんじゃないの？いや違う、まあ、メンヘラ、ちょっと最近メンヘラ克服して。いやでもなんで泣いたの？なんで急に、そんな急に何かのスイッチで泣き始めるとか、はい、こんな地雷女触れたくないでしょいや一応いろいろ、まあ、かかる。なんでそんな泣くの？まあ、呪術女子会でね、そこはまあちょっとで泣き始めるでしょ超うぜえじゃんそんなの。でもすごい楽しかったです。え、泣いてる？周りをドン引きさせて楽しかったですって終わらせんの結構なかなか暴力的だぜそれ。でもまあなんか呪術界もっと盛り上げたいなみたいな感じで、ちょっとで泣いちゃったの？泣く理由は何なの？ちょっと本当に飲みすぎて覚えてないんですよね。なんか普段あんまそんな飲まないんですけど、すごい楽しくて飲んじゃって。で飲んで勝手に泣いてみんなドン引きさせてで自分本人は楽しかったって帰ってくの。どうしようもねえ地雷女じゃん。そんな女子だけでよかったなと思ってます。本当に女性だけ。いやどうなのそれ。普段そんなことしないですよいや普段からやったらどうしようもねえっつうんだよ本当に。びっくり。だからそういうのもあって、だからほら VHTS のイベントとかも行ってるじゃん、はい、大好き、はい、でしょVHTS アピールしてるでしょ超好きなんだ。泣き始め。じゃあ泣いた時にみんないた人も来てくれるんですか？じゃあ、あ、来ないんじゃないですかねこれやっぱそうやって微妙なんじゃねえかそれ。どうなんだよそれ。デラヒーバーカップがあるんで。そうですね、デラヒーバーカップみんな頑張ってほしいです、うん、なるほどね。私はこっちで頑張るんで、はい、一本決められるように。はい、はい、じゃあその日は泣くんですか？いやお酒入ってたら最悪さ、一杯飲んでリング上がんのわかんない。最悪なんですけど。いやそんなこと言ったら誰も飲みに誘ってくれなくなっちゃうんで。え、誘われたい？え、まあでも、そうですね、みんなとワイワイしたいです。はい、よくわからないですけど大丈夫でしょうか？はい、はい、じゃあこのね、ありがとうわらび、わらび、はい、一応入場無料です。来てください。ちょっと着席券が、あ、言ってましたね。そう、特別販売されて1万4000円、はい、高え結構高くないかこのやっぱその入場無料、観戦無料じゃん基本。いやまあこれ立ち見らしいんですけど、まああの着席券があるっつって、でそれでちょっと問い合わせ、まあ一応何枚かはあるんだけど、これを超えたらいくらですかって言ったら1万4000円だと。なかなかその1社のために4000円って結構しんどいなってちょっと思ったんですけど、どうですか中美さん、4000円買ってきてくれる人 いそうですか？そうですかね。いやまあでもだから呪術大会は基本みんなタダだもんね、どんなあれがあったとしても。まあ呪術がメインっていうか、まあまあプロレス、そうね、そうね、プロレスが好きな人だったらいいんじゃないでしょうか。はい、どうですかチュミさんの、はい、喜んで泣くところ見れるんじゃないですか負けたら負けて泣いてそうですね、そうしましょうか。で勝ったら勝ったり泣いて、泣く前提です。で打ち上げでまた泣いて、泣いてもう泣かないです。そんな超うぜえ可愛い、もう泣かない、もう泣かない、泣くかもなんで泣くのそんな。なんかいろいろこう思いが溢れて、それがメンヘラだっつって
いやでもほら、なんかマイナスな面で泣いてるわけじゃない。あ、そうなの？はい、いいんじゃないですか。え、マイナスなくて泣くてどういうこと？え、なんか嬉しくて泣く、嬉し泣きだから。え、そうなの？はい、あ、そうなんだ。全然あのマイナスで泣いてるあれじゃない。あ、そうなんだ。なんか変なスイッチ入って、そうそうそう、なんかで俺勝手に思い込んでた。あ、まあありそうだな、チュミさんみたいな。あいつメンヘラだ。うん、いや、あんまそんな悲しくて泣くって。あ、本当？あ、大丈夫？あそこは、はい、嬉し泣きの方で。あ、本当？じゃあ、はい、メンヘラチュミではないと。でもちょっとメンヘラキッスあります。じゃあメンヘラチュミさんの応援を。やめてくださいよ。はい、はい、はい、よろしく。これありますからね。面白かったら来てください。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。はい、じゃあ続きまして、はい、お便りコーナー。はい、橋本さん、成田さん、こんにちは。滝口です。はい、滝口さん、久しぶりにお便りします。はい、さて、私の地元である館山市は9月9日の台風15号により、膨大な被害を受けました。はい、街中はまだマシですが、フジテレビの月9ビーチボーイズの舞台になった富崎地区の目田は悲惨な状況で、ほとんどの家が屋根や瓦がやられてしまい、ブルーシートで一時をしのいでいる状況です。はい、母の実家が、メラにあり、人が住める状態ではなくなってしまいました。うん、館山市内のほとんどの家では数日から10日間停電になり、一部の家では断水しました。はい、全国からボランティアの方々が集まってくださり、少しずつではありますが以前のような生活に戻りつつあります。はい、私も台風の翌週に、メラ地区で2日間ボランティアをしましたが、屋根の養生をするための土壌作りやレンガの撤去、公民館での物資配りなど普段の仕事以上に疲れました。こういうことでもなければボランティアに参加することもないので、いい経験になりました。はい、まだまだ復興には時間がかかりそうです。はい、今回の災害を経験して改めて備えが大切だと痛感しました。まずは電気です。これがないと現代では生活することが不可能です。はい、そうですね。ランタンや懐中電灯、携帯バッテリーなどが必要です。はい、また家では電気がつかないため、車中で生活する人が多かったようです。停電してないガソリンスタンドが大行列で2時間待ち、うん、しかも20リットルまでの制限があり、とても大変だった模様で、大変だったようです。はい、私はたまたま満タンに入れたばっかりだったのでラッキーでした。はい、それと最低限の食料です。停電でしかも暑かったので、冷蔵庫の中は1日でダメになってしまったため、うん、カップラーメンやレトルト食品などで数日しのぎました。数日後に営業を再開したスーパーでは、それらの品はすぐに売り切れてしまい、レジでも大行列に大変な思いをしました。停電にならなかったコンビニではレジの行列が外の駐車場まで及び、1時間近くもかかったそうです。うん、台風15号から1ヶ月経ちましたが、練習場として借りている中学校も被害を受け、柔道場の屋根が壊れ、現在練習が全くできない状況です。近隣の仲のいい道場や東京のチェックマットまで出稽古に行きましたが、うん、この1ヶ月で2回しか練習できていません。うん、充実生活が一部になっているので調子が狂いますし、ストレスがたまりますね。うん、なんだか台風19号が発生しているようです。かなり強い勢力のようです。二の鉄を踏まないようしっかり備えをしていますが、大きな被害にならないように心から願っています。皆さんもお気をつけください。ではまたお便りします。はい、この滝口さん、千葉の滝口さんね、あの千葉で、だから今この メールお便り来てる通り、まだ復活してばかりというか、でそれでまだこういう風な状況なのに、また今週末でかい台風が来ると。会長、今週末予定は？うわ、日本です。日本に、じゃあ日本で何するの？まだ分かんない。まだ分かんない、決まってない。チュミさんは？私あの土曜日仕事なんですよね。あ、本当。これ打ち合わせ多分ずらします、とりあえず。うん、でだこんな状態だから、まだ千葉の竹内さんのところこんなになってる状態にまた追いつくで来ちゃうっていうのは本当恐ろしいというか、しかもだって今週末にワンとライジンがあるっつってね、ライジン大阪でしょ。だってワンにあのケンベラスケースが出るっつって、あのグアムの人たちみんな来るんだよね。そうそう、みんな来るって言ってたよね。あ、そうだそう、ブランドベラだ、ブランドベラが来るっつって。今だからそれで飛行機も止まることが分かんないよね。で今日木曜日ね、金曜日頃来るんじゃない？そう、明日多分ギリギリ来るとも来れないと思うよ。したらだって、まあ、明日なら来れんのか。明日は多分大丈夫。明日は大丈夫。多分ダメじゃない。土日はもう最悪だよね。多分飛行機どうかな。
そうだけど、だから飛行機で来たとしてもそのこうだってあの交通機関が麻痺するだろうなんだろうかんだろうになってるから計画なんて、ね、そうそうそう、したらもう、うん、ワンもライジンも行けないよね、うん、でそこでまあちょっと俺も昨日の夜ツイートしたんだけど、こんな時に充実がどうこうっていうのはちょっとしんどいなってちょっとすごい思いますけどね。けどカルペディウムとかもやるんですかね。前はさっさとあの閉鎖してたよね。うん、そうですね、確かに。そうだからでこれでまたあのちょっと生きたやつがさ、まあ、充実台風でも充実やりましたみたいなのがすっごい嫌なんだよね。今の話題のあれですね。そうなんかそういうのってなくない？だってそれって世の中の人たちがさ、会社もう家から出ないようにしましょうってなってるのに、その中でも道場行きます、俺すごいだろうみたいなっていうのって、それって全然かっこいいことじゃないし、本当悪い目立ち方と悪目立ちだと思うんだよね。だってみんながその要はあの社会全体が台風の時には備えをして家にいましょうね、うん、で学校だって、うん、あ学校じゃねえ、その学校だってもちろん休みになるだろうし、会社だってもう行かないようにっていうの、会社組織全体でそういうふうにやっていきましょうみたいな方向に流れてるわけじゃん、うんうん、ってなのにあえてそこまで充実やるのみたいな。しかもやあの充実道場もオープンしちゃうからみんな来ちゃうわけじゃん、うん、そこやめて、まあそういうことだって道場に行くだけが練習じゃないじゃん、うん、別に、まあ、呪術プリスト見てもいいし、まあ、ビジュアル見てもためにならないかもしれないけど、ね、フローグラップリング見てもいいし、まあ、無料で転がった YouTube だっていくらでもあるしっていうのはちょっと思うけどね。けどまあそういうふうにその台風の時に、まあ、一人でいるのは寂しいからみんなでみんなのとこいればちょっと元気になりますみたいな、そういう避難所扱いだったらね、まあ、そういうのちょっとわからないでもないけど、もう練習やりました、雨台風の中でも俺たちや頑張ったみたいな、普段もやってんのかよみたいなのもあるし、なんかそういうのがちょっとうーんと思うんだよね。どう思いますか、ちゅみさん。いや私雨とかだったら行かないし、まずあのカルペディエム、うんと呪術大好きアピールして呪術ありがとうみたいな人がそんな感じなの？いや台風とかですよ。いや少しの雨だったら全然いいんですけど、少しの雨だったらいいけど、さすがに台風とかってなったら、まずカルペディエムは道場オープンしないってすぐ言うから、うん、そうだよね。もう全然それは逆に行きたくても行けない。だからそれをやっちゃうから、はい、来ちゃうわけじゃん、うん、でもうやめ、もう早急に、うんやらないって言って、まあ、24時間営業を歌ってるわけじゃないし、年中無休でもないわけじゃん。それでもやりたいですっていうのは、いやそのあなたの感覚をずれてますよ世間と、みたいになるわけじゃん、うん、っていうのがなんかすごい呪術の人たちって多い気がするんだけどな、うん、なんかそういうの感じない？ブラジル人はどうなん、そういう時練習するの？まあ同時にやってしまう。けどまあ向こうは車だからそんなでもないのか、公共交通機関もクソもないか、やっぱそういうのもあるのかな。閉まる道場もいるし、開いてる、うん、開けちゃうところもあるのかな。けどまあ普通体育館とか練習、体育館でやってるようなところはもう強制的にダメだろうね。あだこれがだなんかまただこれが本当こんだけ一部では大変な災害になってるのに俺たち呪術やってますみたいなのを言うのはまたその不謹慎というか、なんかやりたくてもやれない人もいるし、呪術どころじゃない人たちいる中でどうこうっていうのもちょっとどうなのかなと俺個人には思うね。俺個人は。ちゅみさんどう思いますか？そうですね、まあでも今回こういうすごい、まあ、あの被害が受けて、でもそれで、まあ、SNS で発信してみんながこう支援してる感じとかはすごい仲間意識あっていいなって思ったんですけど、うんうん、まあそれとは別にやっぱ地域住んでるとかは別だと、やっぱりそこに気づかなかったりする、見えなかったりするから、うん、やっぱり呪術でやってるぜっていつも通りツイートする人がちょっと非難浴びやすくなる雰囲気はすごくあるなとは思ってて、そこからしてやらないといけないのかな、うん、だからその行く途中にさ、そういう、まあ、台風がどのレベルか分かんないけど、うん、要は看板がどうこうとか、うん、木が倒れてどうこうとかっていうのもあるわけじゃん、うん、でその行く途中に、うん、要はそんな台風の直接のその雨方じゃなくて、そういうのもだってリスクはあるわけじゃん、うん、そうですね、で怪我するのはまだしも、だそんな生き返りで怪我するのって超アホらしいじゃん、うん、そこまで行く必要あんのって思うけどね、まあ、多分使命感、いやなんかね、まあ、いると思うよ、承認欲求、使命感とかそこら辺ですね。そういうタイプじゃないの？私ですか、うん、まあでも私自転車で行けるから行っちゃう。いやいいね、じゃあぜひちゅみさん台風だけど呪術やりましたってツイートしてよ。そういう風に
に総攻撃して、ね、総攻撃するから総攻撃したいために言ってるじゃないですか。そう分かりました。じゃあ、そうしますね。行きましたって言えばいいですね。思いっきりこういう呪術バカ自慢いらないって言って本当にいい、ね、悪目立ちだっつって。わかりました。じゃあそのために頑張っていきます。いやなんかだからそういうのがやっぱあやめてもこんな台風でも呪術やってるのすごいねみたいに言うんじゃなくて、そんなことやってるのっておかしくないっていう世の中になるべきじゃん。こんな台風なのに学校行くの、こんな台風なのにだって仕事行くのってなんかその会社おかしくないみたいな状況になってるじゃん、うん、まあ呪術もそうとか呪術で趣味じゃん、うん、そうですね。まあ、趣味にね仕事以上に全力投球になる人はいますからね、まあ、ちょっとそれをちょっとふと思いました。まあでも今回の台風はそんなもうこういうのが結構そう災害してもう自然災害レベルでしょ。そんなことはなんないとは思いますけどね。うん、分かんないけど、いや本当分かんないけど、だからこれって人それぞれの、あの価値観だから本当全部価値観じゃん。そうですね、で俺はこう思ってる。いやそんなことねえよって日常的にやってることやってるだけだよって、でそういう時に俺がまた生きてさ普段練習しないのに月に1回も練習しないのに、いや雨でも頑張りました、台風でもやりました、水開けますみたいな張り切ったらお前切ってんじゃねえよってなるじゃん。やってくださいよ。やるわけないじゃん。チューム選手が来ねえよ。行きますよ私、だってここまでチャイで来れるし。やだよな、メンヘラ呪術メンヘラ呪術なんで一緒にならないといけないんだよ。多分それで来たことによって達成感と自分の中のなんかあれがなんかやったみたいな。でまた泣いちゃうの。爆弾じゃねえかマジで。泣かないですよ。超うざいんだけどそんなの。相手知らないから。やばくないですか、味噌汁泣きまくるって。超実際そうじゃん。いやまあね、そういう時もありますね。呪術メンヘラおばさんだよ、やぶねえよ。BBA です。冗談じゃないよ。やばい、30泣かないです、はいはい、行きません。はい、はい、まあまあそういうのもあるから、ちょっと本当ちょっとそういうのを呪術界全体でもちょっと考えてほしいなとちょっと俺は思いましたね。でもすごいいい問題提起になりましたね。いやそうだよ、滝口さんがだってもうしかも手でどうこうなってる時に呪術やりましたなんていうのカチンと来ない。わかんないけど俺ってなんだよこいつらってな思うけどね。でそれでさらに、要は怪我しました、なんとか行く途中にこんなことありましたになったら、それ見たことかじゃん。でまあちょっと他の人のツイッターもあったけど、やっぱ台風なのに、うん、でそれでサーフィンとかわざと行っていい波乗れましたみたいな、それしかも遭難しちゃったりしてもうバカじゃねえのってなるわけで、他にさ他の常識あるサーファーたちは、うん、お前がそんなことやるから全部 あのサーファーたちがバカだと思われるだろう、やめろよってなるわけじゃん、うん。いや呪術はそこまで遭難にはならなさそうだけど、ちょっとちょっとね、まあ少しずつの思いやりが、ね、相手に対するというか、う誰かに対するとかがあれば、ちょっとそれは思ったかな。あればですね、誰か個人とかではなく全体がそうなるのがすごくいいなって思います。呪術ってまあ普通の日常生活の中の一部分じゃん、で台風の時に行ったら行くじゃない、まあ行く人もないだ、本当こればっかりなんか いそうだよね。だからちょっとどうなのっていうのはちょっともやるんだよね。うん、どうチュミさん思うの。そうですね、とりあえずみんな怪我しないでください。そうですね、うん、まあまあ行くならまあ道場空いてるから行きますってなれば、うん、まあそれはやってんだから行きますよねってなって、うん、まあそれでまあ安全を確保して行って、うん、あけどいつも通りのことできることに感謝ってなるわけだしね、うん、まあそれはそれでいいのかな、わかんないけど、俺はないけど、ちょっとそれもちょっと思いました。はい、はい、じゃあそんな感じで、ね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。さらっと終わりましたね。いいですか。大丈夫です、はい、会長のケツがあるので収録時間もう巻き巻きできました。はい、はいはい、じゃあそんな感じで V シテスプレゼンツ BJG ウェーブ始まきやでした。カルペディエムチュミでした。カゴハレイチュでした。はい、また来週お目にかかると思います。さよなら、さよなら。